はい、皆さんこんにちは、トンキチでございます。今日10月18日なんと私トンキチの YouTube 番組がなんと登録者数300人になりました。パフパフ。一応ですね、 YouTube を始めてちょうどね2年2ヶ月ぐらいみたいなんですけど、ようやく登録者数が300人に到達しました。全然ね、収益化の条件の1000人とかには満たないんですけど、ようやくここまで来れたっていう感じです。いやー、ほんとね、うまくいってる YouTuber の方なんかは1ヶ月とかね、もっと短い間にこうグーってこう上がっていくらしいんですけど、全然あかんねなかなか厳しい世界でございます。ということで、まあ一応一つの区切りということで、今日そのことを報告しようと思って動画を撮影しております。まあ、引き続きね、なるべく皆さんのためになるようなことをお伝えして動画を作っていければと思いますので、応援よろしくお願いいたします。でね、今日はね、もう一つご報告があって、実は僕楽天電機に切り替えました。イエイえって感じかと思うんですけど、ここの今住んでるアパートに引っ越してきてから、大手電力会社の新料金のプランに加入はしてたんですけど、いろいろ自分が使ってる生活費とかサービスとかそういうのを見直して、楽天のサービスが非常に多いこととかね、あとは毎月の支払いがちょっとでも安くなるようにということで楽天電気に切り替えました。で、今手続きが大体終わって、あとは開通になるまで待つだけの感じになっております。なので、まあ言ってる間にも楽天電気になると思います。で、せっかくなんでね、なんで楽天電気にしたのかっていうことなんかもちょっとお話ししたいなと思っております。まず一つ目はね、楽天電気って基本料金がないんですよ。なので、あまり電気を使わなかった時っていうのは非常に安くなります。基本料金分がないので、電気の使用量に対してこうね、カーブが上がってくるんですね。ある程度の使用量以下の人は多分ね、プランをした方がお得になると思います。2つ目で、2つ目は楽天電気というだけあって、楽天のポイントが使えます。で、楽天のポイントで毎月電気代が支払えるので、現金をまあ出さなくても済む。で、ただ期間限定ポイントとかを優先的に使うっていうのはちょっと無理らしいので、その辺はね、注意が必要なんですけど、毎月楽天のサービスをたくさん利用してて楽天ポイントがあるよという人はね、この電気に切り替えると現金を使わなくて良くなるかもしれません。で、いいポイント3つ目、その楽天電気って契約するだけで通常の楽天市場の買い物が 0.5 倍になります。 0.5 倍というのは、楽天市場の方を言っていただくと分かるんですけど、楽天に関するサービスをね、利用すればするほどこの楽天のポイント還元率って変わるんですよ。その中の一つとして楽天電気が入ってます。なので、これで電気の契約がいくと、毎月の楽天で何かを買い物した時には 0.5 倍プラス加算されて僕のところに入ることになります。なので、普通の買い物もお得になるということになります。4つ目ですね。4つ目は、今なんと楽天電気に契約すると楽天ポイントが2000ポイント加算されます。これね、契約してすぐじゃなくて4ヶ月ほど使って継続して使ってる方限定キャンペーンになるみたいなんですけど、申し込むとね、楽天ポイントが2000本入るので、毎月2000円ぐらいの電気代の方は1ヶ月分がね、タダになるみたいな計算になります。なので、非常にお得です。楽天電気に切り替えてもね、手数料とかそんなものは一切かからないので、結構ね、いいんじゃないかなと思います。で、料金が実に安くなるかどうかっていうシミュレーションも楽天電気のホームページに行くと確認できると思うので、そちらで見てもらえればなと思います。最後、これはおまけになるんですけど、今ね、楽天電気を契約している人についてはね、なんと Google Nest Hub がプレゼントされてます。これ Google Nest Hub って Google が出してるフォトフレーム兼スマートスピーカーみたいな、そんな感じの端末なんですけど、ガジェットなんですけど、これがね、普通に通販サイトとかで見ると1万3000円ぐらいで売ってるのかな。なので1万3000円プレゼントしてるんですよ。で、ただしこれ先着3000名様っていうことで、もしかするともうこの動画をアップした時点でなくなってるかもしれないんですけど、すでに楽天電気を契約している方は今すぐね、ちょっとホームページの方を見ていただいて、自分も対象かどうか、あとはまだキャンペーンがやってるのかっていうのを確認して見てもらうのがいいかなと思います。はい、ということで、まあ今日300人達成しましたよということと、電気切り替えましたよという報告2つさせていただきました。最近ね、ちょっとネタが切れ気味なんで、ちょっと雑談的な感じのものもね、挟み込みながら動画アップしていければと思っております。引き続き応援よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。